マンボウは、フグモクマンボウかマンボウ族に分類される魚類。日本では、地方名で、ウオノタユウ、ウキ、ウキギ、ウキキ、バンガ、マンザイラク、マンボウザメなどとも呼ばれる。漢字文化圏では、マンボウ、マンハギョウと表記される。マンボウ族の魚は、2017年の時点で、マンボウ、ウシマンボウ、カクレマンボウの3種に分類される。このうち、日本近海で見られるのは、マンボウと、 牛マンボウである。一方、名前のニル、赤マンボウは、フグモクではなく、赤マンボウ目の魚で、マンボウ族の禁煙種ではない。また、形態のニル、ヤリマンボウは、マンボウ科ではあるが、別族のヤリマンボウ族に分類される。口述の通りマンボウの分類は2010年、移行急激に変化しており、各記のみならず、参考文献においても、マンボウについての記述とされるものに、 牛マンボウや隠れマンボウのものが含まれる可能性がある。最大で全長333センチメートル、体重2.3トン、現在生息している世界最大級の甲骨魚の一つである。ただし、口述の通り、大型の個体は牛マンボウである可能性がある。ギネス世界記録で、かつては世界で最も重い甲骨魚はマンボウと記載されていたが、2017年、 千葉県鴨川市沖で1996年に捕獲された牛マンボウの個体に変更されている。体は側面から見ると円盤型、正面から見ると防水型をしている。背びれとしりびれは長く発達し、体の後部から上下に突き出しているが、多くの魚が持つ尾びれと腹びれは持たない。体の後端にある尾びれのような部分は、背びれとしりびれの一部が変形したもので、かじびれあるいは、 ハシオとも呼ばれる。泳ぐときは、背びれと尻びれの動きを同調させて、羽ばたくように対象に動かすことで推進力を生み、カジびれあるいはハシオでカジを取る。フグ目に属し、銅目に特徴的な丸い目、小さな口、鳥のくちばしのような板状の葉、小さな穴状のエラ穴を持つ。腹びれとあわら骨を持たないのも、銅目の特徴である。目には寄生虫がついていて、 ほとんど見えていないため、よく水族館等のガラスにぶつかる。皮膚は厚く粘液で覆われるとともに、おびただしい量の寄生虫が付着している。水面下に体を横たえる、万棒万棒の稚魚。体に多数の棘を持つ、いわゆる、コンペイトウ。岸辺や近海に生息するフグが、外洋に進出して、適応進化したものであり、全世界の熱帯、温帯の海に広く分布する。 海洋の表層で浮遊生活をしていると考えられてきたが、研究により生息の場は深海にまで及んでおり、海上で見せる姿は生態の一部に過ぎないことが分かってきた。発信機をつけた追跡調査で生息推進を一定させず、表層から水深800メートル程度までの間を往復していることが明らかにされている25%程度の時間を表層で過ごす個体が、 いる一方、別の個体は、水深200メートル以上の深海にいる時間が、長かった。水温の変化に影響を受けている、可能性が考えられているが、外洋に生息する魚だけに、生態はまだ謎が多く、詳しい調査が待たれる。クラゲや動物プランクトンを食べるということは、知られているが、いないようものからは、深海性のイカやエビ、イワシ、カニ、 ホタテなどの残骸も発見されている。これまで海中を受動的に漂っているだけと考えられることが多かったが、これらの餌を捕食するには、ある程度の遊泳力が必要となる。音響遠隔測定による調査で、海流に逆らって移動しうるだけの遊泳力を持つことが示されている。時折海面に体を横たえた姿が観察されることがあり、丸い体が浮かんでいる様が、 太陽のようであることからサンフィッシュという英名がついた。この行動は小型の魚やカモメなどの海鳥に寄生虫を取ってもらうため、深海に潜ることによって冷えた体を温めるため、あるいは日光浴による殺菌が目的ではないかと考えられている。マンボウは勢いをつけて海面からジャンプすることもあり、これも寄生虫を振り落とすためである可能性がある。繁殖。 産卵様式は定かでないが、卵巣内に様々な成熟段階の卵細胞があるため、複数回産卵すると考えられている。稚魚は全身にトゲがあり、生魚とは似つかないコンペ平糖のような姿をしている。一時的にトゲが長くなりハリセンボンのようにもなるが、成長するにつれトゲは短くなり、独特の姿に変わっていく。また、 全長40センチメートル程度の若い個体が群れを作ることも報告されている。差し網流し網トロール量などによる混獲により生息数が減少している。特にアイルランドやポルトガルでは網にかかる個体の減少が著しい。ヨーロッパ個体群、地中海個体群データディフィションとメキシコ湾個体群リーストコンサーン水揚げされたマンボウ。 このマンボウは生存していたのでリリースされた。商業的に食用とされることは少ない。一方で、アジア、特に日本の一部と台湾で食用とされる。日本では主に低地網で混濁され、専門的に狙う漁師は少ない。微味とされるが鮮度が落ちやすく、冷蔵冷凍技術の普及以前は、市場流通は限られていた。鮮度が落ちると特有臭を放ち、水っぽくなる。現在は、 全国的に不定期入荷しているが、特に宮城県から千葉県にかけてと東伊豆、三重県紀北町や大瀬市などは比較的流通が多い。紀北町には道の駅があり、フライ定食を提供している。肉は白身で非常に柔らかく、調理法は刺身や湯引きして肝臓とあえて、あるいは唐揚げ、天ぷらなどで利用される。味はあっさりとしており、食感は 鶏肉のささみに似ている。腸は万蝶、またはクジラと同様に百0ロと呼ばれる。木北蝶では小綿と呼ばれる。食感はミノに似て他の部位より日持ちすることもあり、流通量が多い。川や目も食用となるが、ほとんど流通していない。台湾では5月頃に海流に乗って東海岸に現れるため、低地網で取り、食用にすることが盛んである。 台湾のほとんどの水揚げが集中するカレン市では、日本語からの借用語でマンハギョと呼び、5月にカレンマンハキという食のイベントを行い、観光客に紹介している。この時期は、台北の高級店でもお料理を出す例がある。肉、軟骨、皮などをセロリなどの野菜と炒めたり、フライヤースープにしたり、腸を、流腸と称して、炒め物にしたりすることが多い。として、 切り身などが販売される赤マンボウは外観が似ているだけで別の魚である。モントレーワン水族館を大きな体に愛嬌のある風貌で水中を悠然と漂う姿はスクーバダイビングなどで人気が高い。水族館での飼育は一般的に困難であるが日本では海遊館、鴨川シーワールド、名古屋港水族館などいくつかの水族館で飼育展示が行われている。 飼育が難しい主な理由は、泳ぎが下手なため自ら水槽の壁に体をぶつけて弱ってしまうこと、寄生虫が多いことなどである。餌は水面に顔を出した時にエビのミンチなどを直接口に入れてやる方式が良い。結果を残しており、さらに水槽内にビニールやネットの壁を巡らせてマンボウを守るなどの対策が取られるようになった。ただし、 飼育に適した小型の個体は手で触るだけで手の跡がそのままつくほど皮膚が弱く飼育が難しいことは変わらない。また飼育下で大きく成長した個体は施設に限界があるため標識をつけて対応に再び離されることが多い。国内での飼育記録としてはマリンピア・松島水族館で飼育されていたユー,ユーが1379日の記録を残している。 マンボウ族にはかつて33種類のマンボウが報告されていたが、1951年に分類の見直しにより、マンボウと合ー,ーマンボウの2種類まで絞られ、日本近海にいるのはマンボウのみとされていた。2009年、日本近海の標本も多く含めた、世界中のマンボウ族の標本122頭のミトコンドリア DNA の D ループ領域の分子系統解析から、 万望属は少なくとも三種に分かれるという解析結果が得られた。日本近海ではグループ A と B が見られ、グループ B の形態がもらもらと一致するとされた。これら分子系統解析の結果と用いられた標本の形態比較が並行して行われておらず、各グループの学名は特定できずさらなる研究、比較検討が必要とされていたものの、2010年に MSPB の標準和名をマンボウとすることが提唱された。その後、B 種の未確定だった革命は2017年末にモラモラに確定されている。グループ A も2010年により牛マンボウという和名が付けられたが、これは従来に本にいないとされていたモララムズと考えられていた。2017年に合衆マンボウと同種であると確認した上で、和名は牛マンボウで、 学名は別のシノニムモラアレクサンドレニーを正式な学名として確定されている。南半球にのみ見られるグループ C は2017年に新種隠れマンボウとして記載された。マンボウは異常に死にやすい生物というインターネットミームがあるが多くが虚偽が特別弱いというわけではない。マンボウの研究家である沢井悦郎はこのミームについても研究している。2010年。 日本語版、ウィキペディアのマンボウの記事に投稿された、マンボウはこの時、着水の衝撃で死に至ることがある。という記述が発端だとしている。これが流行し、ウオ星ハードモードという言葉さえ生まれた。ジャンプする様子は目撃されているが死ぬわけではなく、理由も含めて詳しい研究はない。マンボウが、寄生虫を振り落とすためと言われているが、真偽は、確認されていない。メスが一度に産む。 卵の数は3億個に達するという話についても、沢井は卵巣に約3億の未成熟卵を持つという1921年の論文の記述が誤って伝えられたことを指摘している。実際は一度に産むわけではないと考えられ、また、そもそも元論文が3億と推定した根拠自体も定かでないという。加えて、生き残る個体数が2匹、または1匹という話もあるが、 情報源自体が分かっていない。すなわち、散乱数も生き残る数も確かな知見がない。ありがとうございます。